改めてご紹介します。ジェネレーションズフラムエグザイルトライブから白浜さん関口さん中塚さんです。よろしくお願いします。ではぜひ一言ずつ皆さんにご挨拶からお願いしたいと思います。白浜さんから。はい、ええー、ジェネレーションズのリーダーの白浜ランです、えー。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ジェネレーションズパフォーマーの関口メンディーです。本日はよろしくお願いします。ええジェネレーションズパフォーマーの中塚です。えー、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 さあでは今日はですね後ほどチャリティーライブのお話もじっくりと聞かせていただきたいと思っておりますので今日はどうぞよろしくお願いしますではちょっとご移動いただきましてよろしいですか、はい、こちらに一度ご移動の方よろしくお願いいたしますさあ、それではまずここで認定 NPO 法人フローレンス様へのデリバリングスマイルズの贈呈式から行っていきたいと思いますアマゾン渡辺さんご準備の方お願いいたします はい、え、では、N、認定 N. P. O. 法人フローレンス代表理事の。駒崎弘樹さんと、園児の皆さんです。よろしくお願いします。皆さん、ぜひ拍手をお願いします。<laughs> はい、よろしくお願いします。元気いっぱい登場してください。はい、お願いします。さあ、では、みんなも揃いましたか。お願いします。 では贈呈式に参りましょうか。よろしくお願いいたします。それでは、はいお願いします。パネルの方お願い,いたします。<laughs> よろしくお願いします。贈呈です。では笑顔ぜひお二人でお願いします。オフィシャルカメラさんもいらっしゃいますのでお願いします。オフィシャルさんです。はい、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。というわけで今、デリバリングスマイルの贈呈式行われました。ありがとうございました。はい。 では、お戻りいただきまして、はいえー、今回ですね、えー、ジェネレー a t i o n s の皆さんがアマゾン上に公開する欲しいものリストを介して物資の支援をできる、えー、みんなで応援プログラムの、えー、みんなでサンタクロースキャンペーンを通じましてフローレンさんの保育園にプレゼントをされたということをお考えしています。えー、メンディーさんから。 プレゼントされた商品の方をちょっとご紹介いただきたいなと思います。どんなものですか。はい、えー、僕たちが、えっと、みんなでサンタクロースキャンペーンで購入したら、こちらになります。じゃん。はい。はい、絵本や紙芝居、<laughs> 平均台などを購入させていただきました。はい、こちら今、皆さんにモニターでご覧いただいています。 プレゼント選ぶの楽しいですよね <laughs> そうですねはい、さあこんなプレゼントをご用意いただいたということですが中塚さんこれを選ばれた理由はどんなところにあるんですかそうですねやっぱ絵本ってやっぱりこう子どもがすごく楽しめるものでもありますし、うん、あと平均台とかを使ってもよりこう健康に、うん、すくすくと育ってほしいなという思いを込めて選ばせていただきました 平均台は体感とかも鍛えられそうですねそうです <laughs> もし将来ダンスをする子がいればね <laughs> ぜひ今のうちに鍛えていただいて <laughs>、はい、じゃあお友達の中からもしかして皆さんに続くメンバーが誕生するかもしれないですねはい、ありがとうございます <laughs> さあということでジェネレーションズの皆さんから思いのこもったプレゼントが送られました<れ>小野崎さんいかがですかいやもう本当にとっても嬉しいです胸がいっぱいです、うん はいそして今ちょっとメンバーもまた育ってくるかもなんてお話もありましたしねはい皆さんの成長がとっても楽しみですさあジェネレーションズ皆さんからプレゼントで保育園の皆さんに笑顔がきっと届いたと思います素敵なプレゼントどうもありがとうございますさあそして実はジェネレーションズさんからですね会場に今日来てくれてる園児のお友達みんな元気ですか大丈夫ですか元気ですか、はい、元気ですか <laughs> 元気な人 はい、みんなに今日はね、なんとお友達いいですか皆さん、プレゼントがあるということです。<お>プレゼント好きな人、拍手わい。<laughs> さあ、白濱さん、今日みんなのプレゼントというのははい、はいえー、今日この場で皆さんにお渡しするプレゼントは、ダンスですダンス好きなお友達は、はい、手を挙げてください。ダンス好きな人。お。<laughs> みんな大好き、えー、さあ、では上手に踊れるかなメンディさん、ダンスの曲は何でしょうかはい、えー、それはですね、僕たちのハロハロという楽曲になっていますあ、知ってる<あ><ー>知ってるお友達はありがとう知ってる友達。おー、すごいすごい <laughs> さあ、メンディさん、なぜこの曲にされたんですか はい、えん、ー、と本当に子どもから大人まであの幅広い世代の方々が一緒にこう歌って踊って楽しめる楽曲になっているのであのこの機会にあのみんなで踊りたいなというふうに思いましたなるほどじゃあ今日はみんなで楽しく踊っていきたいと思います、はい、では今日はジェネレーションズの皆さんがお友達に教えてくれるのでみんなしっかり今日覚えてまたお家でも楽しんで踊っていただきたいと思いますはいでは準備していきましょうかじゃあみんな真ん中の方に出てきてもらって、はい、いいですか一緒に ダンスしていきましょうでは準備の方していきましょうさあいいですかみんな真ん中にどうぞどうぞ恥ずかしがらずに <laughs> はいさあさあ,さあこれから 白本さん、今日は皆さんに踊っていただくわけなんですが、はい、今日の振り付けみんな覚えて帰っていただけたらお家ででも踊れそうですかあもうあの簡単な振り付けにもなってますし、うん、あの家族でも楽しめるような振り付けになってるので,でるいすじゃあ皆さんぜひお家で楽しんでもらいたいと思います。 一旦お手本を見せていただいて、それから練習をして、で本番ということで合わせていきましょうか。はい、じゃあちょっと皆さんが、まずいいですかお友達、ジェネレーションズの皆さんがお手本を見せてくださるので、それを見ててください。大丈夫かなではお手本をってみましょうか。では私からミュージックスタートいっちゃっていいですかお願いします。ではお手本参ります。ミュージックスタート あもうね、後ろのお友達体動いてましたよ。しっかり踊ってくれてましたじゃあちょっと実際に振り付けを教えていただけますかお願いします,す、ね、じゃあ準備まずじゃあ右手から右手右手からあの向こう側にお友達がいると思ってそうそうそう,そう,そうすごいねありがとう見てくれてるのそうここ ハローハローっていうタイトルの通りこうハローってあいをする感じで反対左手で挨拶そうそれをせーの1212そうそう早いね早いね早いねそしたら横にいるお友達とこう肩を組むイメージで,で目を見る友達の顔を見てそう2回見る右左 友達と目を合わそうそれを手を振るのを1212きたらあこれ4回か4回でねこれ4回12124回きたら友達と顔を見る見たらみんなでっていうこう手話でこれみんなでっていう意味なんだけどこれをみんなで手はえっと内側からで右手 スイ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 そうそうそうスイスイそう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 あいいねいいねそうそれをえっと顔を見た後にスイスイスイそうそうそうそしたらこっち行ったら左足から踏むで右足踏む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 でへイって言ってるから手の前であ顔の前で手をへイヘイへイ 叫ぶときここにへいそうそう。へいそうじゃあもう一回ゆっくりいきますねここまでら最初からせーの手を振る手を振る手を振る次友達を見る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 スイスイ左右左へい

ましたへいってきたらこれ正面にお友達いると思って大きく手を振るおいおいってそうそうそれを12344回おいって4回振りますおいそうそうそう1234振りましたそしたら左手を出してこれを叩く叩たくうんそうそうそう。 あのー、カスタネットって分かるカスタネットカスタネットを持ってるイメージでそれを叩く感じそうそうそうそ,うそれを12342回叩きますこれ多いは4回1234<ー>で叩く叩くそうそしたら次叩きましたしゃがんで両手を前にそうそうそう なんかね、こう虫さんが、ね、ここに乗っかっているのにしてそうん手のひらに虫さんが乗っています、ね、でそしたらこれを、えっと、右から広げる、広げるで両手ここから小さちちいところからこっち行って手を広げるそしたら最後プレゼントとかもらったら嬉しいときとかわーいってやる。 そうだそれを二回わーいって二回わいわいそうそうそういいねいねいねそうそうそれをわーいって二回やったら最後右にハローって言ってるからそれに合わせて右手を二本指そう二本指でハローってそうそうそう挨拶するからねハローいいねハローハローそうそうそうそしたら一回頭から最初からゆっくりいきますせーの 右左右左友達友達見る見るすいすい左二三ヘイフる、二三四手をタットタックタッしゃがむで右左広げる嬉しいハローそう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 いいねいいねみんなバッチリ もう一回じゃあ、もう一回やったら音楽でやってみようかよし、今きすごいな、みんなできてるバッチリせーの右左右左。友達みーるスイスイ。ひだ左みぎひだりへーおーいおーい叩く叩く叩くで、そしたらしゃがむしゃがむ右 左、げる、で、うれしい、ハロー。そう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 。おお、いいね。いいね。バッチリ。決まってる。いいんじゃないですか。もうすでになんか、みんな、ちょっともうできそうな。できそうな。うん、みんな準備は大丈夫?。やれそう?。音でいけそう?。いけそう?。じゃ、いけそうなお友達、手を挙げて。あ、みんな、いけるな。じゃ、行っちゃいましょうか。はい。 ではみんなバッチリということなので早速行ってみたいと思いますみんなで一緒にハローハローを踊ってみましょうミュージックスタートいきまーす <Okay. S 2>、はい、せーのお友達と見る見るスイスイ光23

おお、えー、ありがとうございます。みんなとても上手に踊れました。ありがとうございます。<laughs> <チ> <laughs> はい、そして教えてくださったジェネレーションズ、皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ではみんなと楽しくダンスを踊ったところでちょっとお戻りいただきまして続いてですね、はい、はい、続いてのプログラム行ってみたいと思います。みんなお疲れ様でした。上手に踊れました。<の>はい、では。 あ、何か作ってきてくださったみたいですよ。<お>なのでこれはじゃ代表して白浜さんに受け取ってもらいましょうか。はい、はい。じゃあお友達も私に来てください。あ,ありがとう。<laughs> 作ってくれたのみんなで。これ何これ,これ開,開けていい？ <laughs> <laughs> 確認してね。<laughs> ちゃんと確認するんだ。よいでしょう。かな。うんうん。何ですか、これは。これでも、お手紙とか入ってます。なんか。ほらはい。わ、すごい<何>。おお、すごい。わ嬉しい。ちょっとこれは嬉しい。<laughs> <laughs> じゃ、よかったら、みんなに見せてあげてください。こう、カメラ持ってる皆さんにも見せてあげてください。はい。わ、すげ。かわいい。似顔ですか。みんなの顔描いたよって。そんなに描いてくれたの。今日来てくださってる、メンバーの顔、似顔絵を描いてくださいました。ちゃんと、髪色まで。髪色まで、ばっちりで。ばっちり再現してますね。 はい、みんなどうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。せっかく書いてもらった。はい。何だろう。じゃあ、ちょっと白浜さんに渡してください、お友達。はい、プレゼントですって。開けたりください。はい、どうもありがとうございます。心のこもったお礼のお手紙いただきました。ありがとうございます。みんな、どうもありがとう。白浜さんもありがとうございます。 はい,いさあというわけで皆さん楽しく今日は過ごしてもらいましたか今日楽しかったですか楽しかった人はい、はい、ありがとうございますそろそろですね保育園に戻る時間が近づいてまいりました、えー、ではジェネレーションズを代表して白浜さんから、えー、今日来てくれた園児のみんなにメッセージをは,ーいはいはいちょっと大丈夫でしょうかお願いしますはい、はいえー、みんな今日は本当にありがとうございましたえーなんだか ね、僕たち3人が、まあ、一緒にダンスも踊れてすごく元気をいただきました、えー、今日もらった元気を、えー、パワーにして今後も僕たちも頑張っていきますので、えー、皆さんも、ね、あの友達だったり家族そして先生の言うことだったり、えー、仲良くして、えー、毎日を楽しく過ごしてください今日はありがとうございましたはいいありがとうございますあ。ありがとう ありがとうございます。さあ、では最後にですね、皆さんフォトセッションをしていきたいと思いますので、はい、えここからは園児のみんなも一緒に撮影します。ご準備の方よろしくお願いいたします。出演者全員でのフォトセッションに移らせていただきます。ではここからトークセッションを行って参りましょう。えまずはですね、今回ジェネレーションズの皆さんがこのデリバリングスマイルズにご参加いただきました。この思いからお聞かせいただきたいなと思います。白馬さんいかがですか。はい そうですねあの今回、デリバリングスマイルズということであの僕たちが所属している LDH という会社もですねあのラブ、ドリーム、ハピネスという理念をもとにさまざまなエンターテインメントを通して活動させてもらってるんですけど、まあ、やっぱりそことすごく通ずるものがあるなということで、まあ、今回、まあ、僕たちにとってあの初めてのチャリティーライブという形になったんですけどぜひ協力させてほしいなという、うんはい、気持ちで参加させてもらいました。 なんかもうまさにさっきのダンスのシーンだけでラブ、ドリーム、ハピネスをもう伝わやっぱりなんかそのダンスとかエンターテインメントって自然と笑顔になってくるというかやっぱりすごくなんか体一つでなんか分かり合えるコミュニケーションを取れるすごく素晴らしいものだと思うのでやっぱりさっきも踊っていてもうみんな自然と初めは緊張してたんですけどすごく笑顔になってましたし。はい もうこれは完璧な。もうベストマッチですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、えー、そしてそんなジェネレーションズの皆さんが子供の頃はちょっと一体どんなお子さんだったのか？はあ、関口さんはどんなお子さんでした。そうですね。僕も僕はでも結構好奇心旺盛なタイプで、えー、あのー？ ずっと野球少年ででしたねは,い、えではなりたかったものはもともと野球プロ野球選手になりたかったです。はい、なるほどなんですけど<な>子供の頃はすごい泣き虫でしたね。はい、今もよく泣いちゃうんですけど <laughs> 今も涙もろいと子供もの頃泣いちゃった時は何かこう支えになったものとか声かけてもらった言葉で覚えてるものとかなんかあるんですかなんかこんなことあったなって。ああそうですね あじゃあ母親からの言葉なんですけどあの僕、野球やっていて、えっと、当時、キャプテンをやらさせてもらってたんですけどキャプテンがすごい大変でつらいやめたいっていうふうにこうまた泣いててで母親にそれを話したんですけどあなたがやめるのは全然いいけれどもその大変なそのキャプテンっていう立場をじゃあ誰か他の人にこうやらせるのみたいなこと言われてああ、なるほどないやだったら僕がやるみたいな感じでまたキャプテンを続けたみたいな。 話はありましたね。はい、今に生きてますね。はい、感謝してます、うん、意味では。はい、なるほど。中塚さんはいかがですか。お子さん、子供の頃はどんなお子さんでしたか。そうですね。まあ僕ももう小学校からダンス始めて、うん、でもずっと踊ってて、まあ最初はもう本当、もうもちろん全然踊れなくて、でも踊れない時にレッスン終わったらその。 めちゃくちゃ泣いてたんですけど僕もその靴ひもを結ぶふりしてその泣いてるのを隠すっていうのをずっとやってたんですけど今あの母親に聞くと全部ばれてたみたいなあんたら泣いてたやろっていうのをすごい言われたりしてまあでもそういう時にその親に「どうするやめる?」って言われていや続けるっていうの僕はあんまり覚えてないんですけど続けるっていうのすごい強い眼差しで言ってたみたいですごく本当もう自分を支えてたのは本当ダンスとそのやっぱ親の存在がすごく一番でかかったですね。 何か泣き虫エピソード共通点多いですね。そうです、ね。レ <laughs> レーションズは基本みんな結構泣き虫かもしれない。<laughs> <laughs> え、中塚さんのじゃ子供の頃からの夢というと、そうです。もうずっと俺はダンスでご飯食べていくんだってずっと言ってたらしくて、えー、僕まあ僕それも記憶ないんですけど、母親にずっと言ってたらしくてもう本当にダンスがすごい心の支えになってました。でも夢は叶いますね。いいですね。すねはい、白山さんはいかがですか。子供の頃はどんな、はい。 僕はもうとにかく好奇心旺盛で、あのすごく何かにハマるとすごい。熱量を高めら高まるんですけど。でもその分飽きっぽい性格でしたね。はい、子供の頃のそんな白浜さんがなりたかったものは。そうですね。僕はあの。それこそ本当好奇心旺盛だったので、なりたいものがもう1ヶ月単位で変わっていくような感じでしたね。なんかその水泳をやってた時は水泳選手になりたいとかって思ってたんですけど。 でテレビで野球中継を見てたらうわ野球選手になりたいから野球始めたいみたいなでサッカーのそのワールドカップ見てやっぱりサッカー選手になりたいみたいな感じのタイプの子供でしたね何かこうちょっと面白いなりたかったものとかあるんですかこれ、えー、きなんかこんなものになりたかったことあるな今と離れてるなみたいなとかありますかでも今と真逆なのはなんだろうなでもすごい中学生とか高校生の時に なりたいなって思ってたのはなんかそれこそ保育士とかなってみたいなっていうのは思ってましたね、はい、でも先ほどのちょっと垣間見えましたよそんな様子があ本当ですかはいお子さんに接する様子がそうですね、うん、子供大好きなんで子供と接する仕事をやってみたいなっていうのは思ってましたね、うん、でも今のこのあの活動でもそういうこういう今日みたいなチャンスもありますしなんかこう 子供の時からの思いって何かこう生かされてはきますね。そうですね。なんかやっぱりやってきたこととかその感じたことって今に繋がってるなっていうのは、うんはい、改めて感じます、うん。ありがとうございます。さあでは、えー、そんな皆さんチャリティーライブにあのご参加いただきましたのでこのお話も少しお伺いしていきたいなと思います。えー、その前にチャリティーライブのティザー映像がありますのでこちらを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それではどうぞ。

というわけで、チャリティーライブのティザー映像をご覧いただきましたがメンディーさん、おしゃれじゃないですかこれ撮影は。はい、はあ、そうですね。この撮影場所が実はあのアマゾンさんの,あの社屋になるんですけれども、うん、本当に <laughs> ここが会社なのかなって思うぐらいすごくおしゃれでこう緑も豊かでなんかそれがなんかすごくあのその中でパフォーマンスさせていただくということがなんか、うん、すごく自分たちの中でも。 あの素敵な機会になりましたし、何せやっぱいろんなシチュエーションがあったので、めちゃめちゃ楽しかったですね、うん。はい、いかがでした。またのメンディさんありがとうございます。あのー、今回そうですね。撮影は amazon の2つの施設で行われたんですよね。はい、で、1つはあの amazon のファッション。 えー、スタジオで,、はい、で、もう一つはえっ、ー、と8月にできたばかりの新しいオフィスだったんですけども、Amazon、はい、のオフィスで本格的なあのライブの撮影をするっていうのは今回初めてだったんですね。はい、であの緑あふれるさっきティザー映像にも映ってましたけれども、はい、あのアナトリアム巨大なあれも大変素敵なんですけどもあのー。 外の外部の皆様にお披露目するのは今回が初めてということでそんな施設で撮影いただいたんですけど、まあ、撮影はあのジェネレーション様のいつもの,あのライブ撮影を、えー、担当されているチームの皆さんがあの全部担当してくださったということで GENERATIONS さんの,、ね、あの魅力が存分に引き出せていると思いますし、はい、Amazon の建物の、うん あのユニークで、えー、非常に先進的なデザインですとか、うん、緑も生かしていただいて非常にあのいい、えー、クオリティの高いライブがあの仕上がったと思ってます先ほどごのご挨拶でもおっしゃってましたけど収録・撮影時間がななんんとそうです12時間もかかったんですけどもあのジェネレーションズの皆さんはその12時間もの長いあの撮影にです、ね、全力で取り組んでくださいました。うん 中塚さんいかかがですかそんな12時間に及ぶ撮影だったと収録だったということで、はい、しかも、社屋オフィスでのね撮影ってなかなかないかと思うんですけどいかかがでしたかうで、ね、もう自分も今聞いて驚いたんですけど12時間も撮ってたのかという感覚なんですけど <laughs> でも実際、本当デに行くのをってたんですけどすごい、本当ここは。 オフィスなのかと思うぐらいすごく本当楽しい場所で本当にもう遊園地に来た子供のような感覚ですごく楽しんで撮影に取り組ませていただいたのですごくなんか本当12時間も撮ってたっていう感覚は全くないですね。 はい、なかなかそんな感覚って分かることってないんですか意外とやっぱ踊ってると時間を忘れることが多いので、うん、すごく楽しんでやらせていただきましたし、うん、こうオフィスならではの,その撮り方だったりとかそういうとこもこだわらせていただいたのでそこはぜひ見ていただきたいです。今こだわってい でお話ありましたが白馬さん、このチャリティーライブの見どころ、はい、もう全部だと思うんですけれども見どどこころろはどんなとでですすかそうですねあのやっぱり楽曲はジェネレーションズの中でも結構、まあ、誰もが知っているような楽曲をメインでやらせてもらいましたしやっぱりそのアマゾンさんのオフィスということでそういう場所を生かしたあの演出もあったりしますし、まあ、いろんなオフィスの中をみんなで駆け巡ったりする演出とかもあったりするので。 ぜひあの本当にこのライブでしか見れないようなパフォーマンスが詰まってますのでぜひたくさんの方に見ていただければなと思います。小、はい、崎さんこれはもうチャリティーライブ楽しみですよね。いやもう本当このティザー見て本当ワクワクしましたね。うんうん、本当ものすごくおしゃれで。はい 渡辺さんこれオフィスすごいですね本当に楽しみですねいかがですかはいあの私もすごいあのいいライ,ブライブ映像ができて楽しみにしておりますで多くの方々に愛されてあの感動をいつも与え続けてくれているジェネレーションズの皆様のもと、えー、ですね初めてアマゾンジャパンとしてチャリティーライブをあの。 提供できることになりましたこの,あのチャリティーライブをきっかけにしてお子様たちがですね2022年やその先の未来に向けて明るいポジティブな気持ちを持つきっかけにしてくれたらいいなというふうに思っていますはい楽しみですメディさん支援先の子どもたちにぜひメッセージをお願いしたいと思いますはいそうですねあの僕自身も、まあ、いろんな夢ができていろんな夢を追いかけてきたんですけれどもやっぱりその過程の中で その夢に対して夢中で一生懸命取り組むということがものすごく大事だと思いますしたとえ、うんまあ、その夢が叶わなかったとしてもその一生懸命頑張ったとっいう経験がものすごくその後の人生の糧になりますしまた新たな夢を見つけるきっかけにもなると思うので本当に今自分が興味があることとか、えー、楽しくできることワクワクできることに対してこうなんだろうなう夢中になって。 あの楽しんでもらいたいなというふうに思います。いやメンニーさんの熱い気持ちが絶対に届いたと思います。はい。はい。さあでは最後にチャリティーライブの参加の呼びかけをお願いしたいと思います。小松崎さんからお願いします。はい。えー、本当にですねこのチャリティーライブあの素晴らしい内容だと。 思います今ま自分で見てですねワクワクしてますこんなライブをですね見れるっていうのはすごく大きなチャンスだと思いますのでそしてそのまああのフィーがですね日本中の子どもたちのところに行ってそして支援につながっていくこんな素晴らしいことはないなというふうに思いますのでぜひ多くの方にご覧になっていただけたらなというふうに思いますありがとうございますではジェネレーションズを代表して白浜さんお願いします はいえー、今回のライブはですね Amazon さんが支援を必要としている子どもたちに笑顔と喜びを届けるために実施している、えー、デリバリングスマイルズのプロジェクトと、えー、なっています、えー、そして Amazon さんからの寄付に加えて、えー、このチャリティーライブのチケットの売り上げも子どもたちを支援する団体や施設に寄付されるということになっています、えー、よりたくさんの方にです、ね、このチャリティーライブを見ていただくことで、えー、よりたくさんの子どもたちの笑顔が増えると、えー、僕たちも 信じています。ぜひこのライブを見て、まあ、まずはやっぱりライブというものを楽しんであの見ていただければなと思うので、ぜひま年末年始たくさんのま家族だったり友人と見てもらえればなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後は Amazon 渡辺さんからもお願いします。はいえー、っとですね。 あの非常にあの映像と音楽のクオリティが高くてパフォーマンスも大変素晴らしいものになっておりますのでぜひあの皆さんにあの楽しんでいただいて支援の輪を広げて、えー、いただければなという,ふうに思っています。 あの視聴料金は1000円と非常にあのお買い求めやすい価格になっておりますしでも中身はあの本当に人気の楽曲がたくさん入っておりまして非常にリッチな内容になっておりますぜひお一人でも多くの方に視聴いただいて大きく支援の輪を広げていただけたらと思いますどうぞよろしくお願いしますありがとうございます皆さんにたくさんの笑顔が届くことを願っております ではここからら、ね、質疑応答の時間に移らせていいいたただきたいと思います。ご質問のある方はこの後その場で挙手をしていただきましてスタッフがマイクをお持ちしますのでマイクが届きましたらお話しくださいご担当メディアお名前そしてどなた宛てのご質問かそして質問内容をお願いしたいと思いますなおご質問は本件に関わる内容のみとさせていただきますのでご了承ください内容によってはお答えを控えさせていただく場合もございますご了承ください それではご質問のある方、その場でお手を挙げてお知らせください。それではお願いいたします。Google 系のネットニュース複数を出している鈴木と申します。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あの子供たちとあの本気であのダンスをする姿にちょっと感動した後に恐縮なんですが、ジェネレーションズのおさん方か、もしくは渡辺さんにお伺いするんですけども、これ 12時間も撮影している上で出演料は発生するんでしょうかじゃあこ,こちら、私から回答させていただきますあのジェネレーションズのあの皆様には出演料は一切お支払いしておりません。 ジェネレーションズの皆さんは、この子供たちに、笑顔を届けるという。思いにですね、賛同、賛同いただきまして、あの、快く引き受けていただきまして。出演、出演、出演、料は一切、受け取らないということで、やっていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。他にご質問ある方、お手を挙げて、お知らせください。それでは、マイクお届けします。お待ちください。 デイリーースポーツですすよろししくお願いいたまメンバーのお三方にあのお尋ねしたいんですけれども、はい、まあ今回のライブファンにとってはまあクリスマスプレゼント代わりにもなるタイミングだとは思うんですけれども、まあ、今までの時期的にちょっとクリスマスの思い出であったりとか、まあ、あのその辺り教えていただければと思いますそうです、ね、あのジェネレーションズは結構、ね、クリスマスをみんな死に一緒に過ごすことが結構多いんですけど。うん 一回あのメンディ君の家でホームパーティーやろうって言って集まった時になんかみんなでねいろいろ食材とか持ち寄ってあの買いってきたんですけど僕がちょっとあのサンマを買ってあのメンディ君の家でねサンマを炊かてもらいましたクリスマスに家中がサンマの匂いだらけになりますすごい楽しかったですねあのみんなでねわたわたしながらやっぱりいい思い出いっぱいありますね よろしいですかはいありがとう、まあ、今年またちょっとコロナ禍でのクリスマスになりますけれども、まあ、こういう過ごし方したいなという、まあ、ちょっと定番ですが聞かせていただければどうですかそうですね何でしょう,もう仕事,仕事まあその当日とかは仕事かもねでも集まりたいけどね、はい、やっぱ去年とか集まれてなかったんで、うんうん、そうね 何します、うん、集まったら <laughs> さんまたく <laughs> 何します、まあ、でも久々に7人で飲みたいですけどね,ねお酒も飲んでないしでもあのゆうた太んが、うん、あの料理最近すごくレベルアップしてるっていうのを聞いてるんで <laughs>、うん、ゆうた太んの手料理をみんなで食べたいす、ね、ですね僕はじゃあ手料理をデリバリングします <laughs> <laughs> ありがとうございますデリバリングクッキングします <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい はい、ありがとうございますで。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 よろしければ、はい、よろしければ、では以上で、質疑応答は終了となります。ご質問いただきました。ありがとうございました。皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。というわけで、以上で、すべてのプログラム終了となります。え、本日のスペシャルゲストは、ジェネレーションズフロムエグザイルトライブから、白浜アランさん、関口メンディさん、中塚優太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。した<ー>お送りください。<laughs>